1977年の帯広駅と周囲約1キロメートル1 5キロメートル範囲。右が根室方面。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成帯広貨物駅は、北海道帯広市西に十条南一丁目にある、日本貨物鉄道根室本線の貨物駅である。2011年3月12日のダイヤ改正を、もって、 帯広駅から解消された。3面5線のコンテナホームを有する地上駅。ホームは南北に並び、その最も北側のホームは、上屋付の貨物ホームである。着発線は、単線の本線の北側に2本あり、その北側には9本の仕分け線がある。着発線と仕分け線は、下り方面と上り方面へ伸びるの引き上げ線でつながっている。なお、 コンテナ2役船は下り引上げ線に接続している。駅構内には営業窓口の JR 貨物帯広営業支店や北海道農産品ターミナル帯広営業所日本通運の倉庫がある。かつては日本資料ターミナル資料サイロもあったが1980年代に廃止された。駅の東側には JR 北海道の白林台駅があるが、 同駅には交換設備がないため当たり駅で旅客列車の交換を行うことがある。校内南側には帯広運転所があり、一部の普通列車は当駅で運転指交代のために運転停車する。かつては札幌駅の上り特急、マリモも運転停車を行っていた。起動車の留置線、給油設備もあり、起動車への給油、夜間対白に使用される。 駅構内の入れ替え作業は、本線での列車検員も行う DF200K ディーゼル機関車が担当している。かつて当駅から根室本線に並行して、大西駅付近にある日本天才政党根室、政党所の手前までを結ぶ路線と、その途中、西帯広駅付近から分岐する路線があった。両線とも、帯広市産業開発公社が保有し、 と都価値鉄道が運行管理していた。これらの路線は通路線として機能しており、別の専用線が分岐する。第2線の終端には日本天才政党目室、政党所への専用線が接続。第2工業団地線には日本オイルターミナル、帯広営業所への専用線が接続していた。かつては第2工業団地線から、 ジャパンエナジー西帯広輸送所やメムロ町営の専用線が分岐し、さらにメムロ町営線からは北連組合資料帯広工場や井出光興産の輸送所への専用線が分岐していた。なお、当駅からメムロ党所までは約 4.9km あり、これは第一支鉄道事業者である芝山鉄道や紀州鉄道より長い距離を持つ専用線であった。 また、かつては、第一線も存在していた。この専用線からは、JA 帯広川に西,西帯広事業所や、付近の木材工場への専用線が分岐していた。しかし、日本オイルターミナル帯広営業所の廃止に伴い、専用線を、都価地鉄道一社のみで維持することが、コスト的に困難であることから、2012年5月31日を、もって廃止されることとなった。 当駅はコンテナ貨物と専用船発着の車扱い貨物の取扱い駅である。コンテナ貨物は JR 規格の12フィート20フィート30フィートのコンテナ ISO 規格の20フィート海上コンテナを取り扱う。このほか、日本天才製陶専用船を発着するコンテナも取り扱っている。取扱い品は発送貨物では野菜、砂糖、豆、 乳製品など到着貨物では、積合わせ貨物、米、食品、化学工業品などが主なものである。また、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取り扱い許可を得ており、これらが入ったコンテナの取り扱いも可能。シャーツ会貨物は、日本オイルターミナル、帯広営業所の専用線を発着する、ガソリンなどの石油類を取り扱っていたが、 2013年5月31日をもって、釧路貨物駅に統合され廃止された。3月現在周辺は、ありがとうございます。